いや、終わりましたね。リアル野菜生活が。リアル脱出ゲームみたいな、はい、リアル野菜生活。リアル野菜生活、視聴者様に買われたいという番組の、ね、企画で、自分で育てた種とか苗とかしか食べちゃいけないというのをやりまして。どんな内容なんですか？今言った通りですよそれは自分で育てた種とか苗しか食べれないんですよ。ちょっとね、ボードゲームやったことあるテレビ東京の社員にね、誘われたんでやりましたけど、友達にする仕打ちじゃねえ。なんかまあそのね、お話が来てね、まあ当日まで何するか分かんないって言われて、なんか部屋にね、ウィークリーマンションみたいなところに打ち込まれて、でカメラ向けられて発表です、そこでまだ何も知らないんです。そう、朝昼晩に朝食昼食夕食という体で、このタイミングで種をもらえるんですよ。もやしとか椎茸とかね。でもやしって選んだらもやしが来るわけじゃないんですよ。もやしの種が来るんですよ。そう、でそれをそこから育てて収穫できたら食べていいっていうのをやってて、まあもう勘のいい方は分かったと思うんですけど、序盤何も食えないんですよおかしい。システムに大きい穴開いてて、大人が関わってるとは思えない思えない。あれはこれね、放送されてなかったとしたらね、もしあのオンエアあったって分かんないよね、もう絶対でも言っときましょう、そういうのはもう。確かにな、シンプルに2日何も食ってないし変だって。あれ何変あれ何だった、あれ、あのシンプルに2日食ってない時間。あ、朝食って言って種出してくるのやめろまだ朝食じゃねえから何日か後の朝食だからそれはまだ朝食じゃねえ。でもわけわかんなかったマジで。じゃあそっからまだ全然食ってない。なんか直後食うかと思ったんですけど、うん、なんかお腹がもう分かんなくなっちゃって正常の判断けど、俺これだから焼肉とか食ったら死ぬと思ってなんか食いました。一応僕本当に何も食べてないです。ゼロできました。はい、で頑張ったから、ちょっと食わしてくれ。腹が空いた。ちょっとご飯食べたいなと思いますので、はい、ちょっと大人たち買ってきてくれできました。来た。あら、来たよ。あら、出た。うわ、山盛りやん。コンビニが懐かしい。レジ袋有料ですよね。すごい。何？ポテチじゃん。おいおいおい。ポテチだ。ポテチよ。ポテチに。ポテチ。何これ？餃子。うわあ、うまそう餃子。餃子は美味しそう。食って良さそう。餃子いいね。はいはい、ベタ。あ、ツナマヨおにぎり。あー、米も食ってないからね。おにぎりね、米も、サラダやかましすぎるよ。まあ、食えてないからね。まあ、まあ放送見てもらったら分かると思うんですけど、こんな立派な野菜は育たない。ないっすね、俺たちが野菜育て始めてから、東京16日連続雨降ったおしまい、本当にベランダのもの何も育たなかった、あら、アースヒー、スーパードライ。うわ、すっごい。お酒なんて全く、マジでやばい。やばいな、これ本当に。めっちゃ飲め、めっちゃ飲みたいこれ。あ、本当？死んじゃうよ。やばいかも。死んじゃうよ。あとこれ、なんです。え？待ってー、これは、ちょっと待って、ちょっと待って、聞いたことある。ケンタッキーのチキンです、これ。マジかよ。やばい。ネルさん、食べよう。食べよう食べよう。まず餃子から温めましょう。一個ずつしか買ってきてないんですよ。はい、見たら分かります、はい。まあ、なんで、まあ、せっかくやったら対決してもらって、勝った方しか食えないにしようかなと。分ければよくね一つを二つに分ければよくね。そうですよね。え、野菜生活してました野菜生活してたやつの脳みそがある、たまたまこういうのがあったんですよ、はい、ワニのやつ。リンタロウさん？リンタロウさんじゃねえよ。リンタロウさんじゃないか。リンタロウさんの名前出して再生回数増やそうとするの。いけ。先行剣。ああ。はい。よし。マジビビりすぎ。こういうこと。
よいしょ。やばい、そんなんさ。はい。いいんだよ。分かってる。俺だって。本当に噛まれるわけじゃねえから。分かってる。ビビんなと押してる。俺だってビビんないでできるよ。押してみて。お笑いや。いいからいいから。お仕事ですや。ビビってる、ビビんないで。大丈夫だから。うわぁ噛まないで。こうやって押せばいいんだよ。先生、俺だってそっちやりたい。噛まない。俺だってそれやりたい。噛まないから、ね、押しなって。噛まないよ、全然。噛まれないとほら。ほら、噛まれない。うわぁ噛まれない。いや、そんなんさ。そうしてる方がかっこいいやん。噛まれないよ。そんな俺だって分かってる。暴れないよ、この子は。いい子、いい子。敵じゃない。敵じゃないから、この子。ほら。ちょっと待ってちょっと待ってこの子は敵じゃないのよ。ちょっと待って、マジで。わけわかんない。二分一迫られてる。なんで前歯2本。ちょっと待って前歯2本です。前歯2本じゃねえのな、これ。早く行って。え、マジで、うん、いや、こっちね、俺。はい、噛まないか。噛まないよ。はい、噛んだはい、ありがとうございますやったーはい、動物に愛されてないやつはチキン食うべからずバイカーブサンダースジュニアはい、爪黄色くて気持ち悪いはい、はい、爪黄色いから病気はい、ジンナ病気のワニはい、マニジンナはい、食べます食べていいそれこれどうぞやったー俺チキン、俺チキンいっちゃいますすいません、チキンあー、動物食ってる、怖こいつ動物食ってるわ怖いわおー、うめぇうめぇんだろうなねえ、今日からずっとケンタッキーにしないずっととか言わねえから今日からずっとケンタッキーにはしないから死ぬまでケンタッキーにしないそんなの言わないから、ケタガルチそんな怖くないわあー、うまいうまい、マジでこれを、この油を取ってなかったんだって感じこんなうまかったんだ、ケンタッキーってじゃあちょっともう次餃子のやつやろうはいはい餃子誰か食べるまた眠らせてで、ケンタッキーと餃子食べたらもう帰ろうぜあとそんないらんわもうこの2つの前じゃもう一応弱いよ最強すぎ最強すぎいや、待ってよほら美味しい見てください、油、テリテリもうわー動物じゃん、お前、うん、うわずっと食ってんのずっと食ってるやんどうしようかあ次何行きたいやっぱ餃子餃子、絶対餃子次行こう餃子まあね餃子は俺食べれなかったらちょっとやばいわケンタッキー食べられていやでもまだあるからスーカーバーとかポテチもあるからもうない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 のと一緒この前ではまあ餃子食いたいでしょ餃子食べたい餃子にうんいやもうそうでしょルービーつけましょうやったぜルービーつけてこんなんお前対決すごいぜやばいぜちょっともう時間もあれなんで、はいあっち向いてほいで決めましょうはい、決めますいや、もっと文句言った方がいいよはい、決めますなにそれ時間もあれなんだよ俺でも人類最強っすよそんなやついねえあっち向いてほいなんなん宇宙選抜と戦ったことありますたまにあるけど漫画の最後の方だ宇宙選抜出てくるよしまあ、一応まだこういう時期なんで、はい、ちょっとディスタンスあ、ディスタンホイねないよディスタンホイディスタンホイじゃんけん要素が最初はグーディスタンホイでいきましょう最初はグーじゃんけんぽいあいこでしょアイコ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 でしょあっち向いてディス最初はグーじゃんけんぽいアイコでしょあっち向いてディス最初はグーじゃんけんぽいアイコでしょアイコでしょあっち向いてディス最初はグーじゃんけんぽいアイコでしょアイコでしょあっち向いてほいしゃーしゃーあーあこれどうぞあお、来たもう熱そう熱そうじゃんうまそうちょっと待ってしかもセブンじゃんうわこれ絶対じゃんすげえうまそう絶対何やそれうまそうだうまそうちょっとじゃあいいっすかビールいただきますうわーいい音だビール糖じゃ何だろあんたいい音だビール飲まないだろ天使的だ悪魔悪魔逆にブッシュフェルみたいなことだっていいっすどっちもみたいなことどうしようビール行って餃子餃子行ってビールどっちでもいいだんだん酒場が本当にって餃子ビール行って餃子行ってビールにします餃子とビールは文化ですじゃないんだよ最高やあーおいしい苦いのがいいあ苦いのがいいわあやばいやばい
間に合い間に合い、やばい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 、あ、全部くっついててもいいや。やばっ、餃子が脳みそに来たんですよ今。あーうめぇ、あーうめぇ、フィンガーリッキングッドって書いてあるけど、ケンタッキーのパッケージ、あーこっちの方、それともそっちよりこっちの方がうまいっすよ。いやいや、そんなわけねえだろ、さすがに負けねえだろ。こっちもチンしたらこっちの方がうまい、食えよ、ほんとにうめぇ、うまそう、マジでうまそう。でもいや、これマジでうまいっすよ、下手したらケンタッキーよりうまい。それは下手してる言ってるじゃん、それ下手してる、下手したらって言ってんじゃん、下手するんだって。やっと食えましたね、飯が、ちゃんといい一発目になったわ、マジうまい。こっからもうバンバン動画上げていきますわ、元気になったんで俺ら、すごいぞ、これからの俺たち、はい、こっから1日3本動画上げていきます。無理です、サイクロプス用の目つき見つめ専用。チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いします。